今回はタイでワクチンを打つまでの流れとワクチン接種に関する表現を紹介したいと思います。 Sinovac って分かりますか？ Sinovac ですか？ピンポーン。ファイザー、ファイザー、アストラゼネカ、スプートニク V、モデルナ、シノファーム、ジョンソン&ジョンソン、バラッ。もうワクチンを打ちましたか？ฉีดวัคซีนแล้วหรือยังครับ？ยังไม่ฉีดวัคซีนครับ。ฉีดวัคซีนแล้วครับ。สวัสดีครับ。みなさんこんにちは。KS チャンネルのファンです。KS チャンネルのユミコです。今回はタイでワクチンを打つまでの流れとワクチン接種に関する表現を紹介したいと思います。ユミコさん、ワクチンを打ちましたよね？はい、打ちました。ではユミコさん、教えてくださいませんか？ジョンワクチン、ワクチンを予約することができたら、ワクチンを打つ前日に準備するべきことは何でしょうか？前日に準備するべきこと、まず一つ目は十分によく寝ること、そして二つ目はアルコール、コーヒー、お茶を避けて水を 500cc から1リットル飲むこと、三つ目は熱が出たり風邪をひかないように体調に気をつけること、四つ目はワクチンを打つ2日前くらいからはハードトレーニングなど激しい運動をしないこと。体調を万全に整えておく必要があるんですね。はい、そうですね。最後5つ目はアレルギーや持病があったり妊娠中の場合や体調が優れない場合など、ワクチン接種が適しているか事前に医師か看護師に相談すること。これはとっても重要ですね。心配な人は事前に医師か看護師に相談しましょう。じゃあ次はワクチン接種当日の流れについて説明しましょうね。先生、会場によって流れが少し違うって聞いたんですけれども。そうですね。なのでこれはある病院での一例です。まず受付でパスポートを提出し、問診票を記入します。病院によってはまず病院の登録カードを作ります。熱や体重、血圧などを測ってから、健康体調などに関して簡単な面倒があります。面談が終わったらワクチンを打ってもらいます。人が多い場合しばらく待つ可能性があります。ゆみこさんの時どうでしたか？そうですね、私の時もだいたい流れは一緒でしたが、カードは作らなかったですね。あと体重も測らなかったです。打った後30分、アレルギーなどを確認するため、待機時間があります。ワクチン接種の注意事項などが記載された書類を受け取り、待機時間が終了したら、帰宅できますよ。先生、大臣が発音するワクチンの名前が聞き取れないので教えてほしいです。ああ、そうですね。日本人とちょっと発音が違いますね。ユミコさん、シノワクって分かりますか？シノワクですか？ピンポーン。ファイザーは？ファイザー。ファイザー。アストラゼネカは？アストラゼネカ。アストラゼネカ。スプートニック V は？スプートニック V。スプートニック V。V、そうですね。モデルナは？モデルナ。モデルナ。うん、そう。シノファームは？シノファーム。シノファーム。ジョンソン&ジョンソンは？ジョンソン and ジョンソン。ジョンソン and ジョンソン。バラッ。バラッ。バラッ。
うん、そうです。どうですか、ゆみこさん、難しい？なんとなくわかるようになりました。最後に他の重要な尿検です。もうワクチンを打ちましたか？ฉีดวัคซีนแล้วหรือยังครับ？ฉีดวัคซีนแล้วหรือยังครับ？まだワクチンを打っていません。ยังไม่ฉีดวัคซีนครับ。ยังไม่ฉีดวัคซีนค่ะ。もうワクチンを打ちました。ฉีดวัคซีนแล้วครับ。ฉีดวัคซีนแล้วค่ะ。1回目のワクチンはワクチンドーティヌンなので、もう1回目のワクチンを打ちました。ワクチンワクチンドーティヌンแล้วครับ。チーワクチンドーティヌンแล้วค่ะ。もう2回目のワクチンを打ちました。チーワクチンドーティ2แล้วครับ。ワクチンと2層だよか。よくできました。今回タイでのコロナワクチン接種の流れとワクチン接種に関するタイ語を勉強しました。いかがでしたか？ゆみこさんはどうでしたか？最近どこへ行ってもワクチン打ったっていう話題になるので、早速活用できそうです。タイ語、タイに関する質問があればお気軽にコメントをしてください。動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。本日勉強した言葉と表現は動画ノートに全部まとめますので、ぜひ見てくださいね。それでは本体験、バイバーイ。